得点1アシストで、無双状態でしたが、伊東純也選手、何点でしょうか。いや、伊東純也選手も素晴らしかったですね。まあ今日菅原がすごかっただけに、ちょっとこう MVP 勝ち取れないんですけど、今日は1対1でも抜くし、点も取るし、何よりも菅原選手のオーバーラップをちゃんとスペースを作ったりとか、タイミングよくこう中に入ったりとか、今日もまた素晴らしい試合してくれましたね。伊東選手の9点です。そんな、伊東選手の、ゴールシーンっていうのは、闘莉王さんどう見られますか？ちょっとラッキーなところもありましたね。ちょっとかすって、ヒュードが足に当たって、ちょっと入りましたよね。ああいう運も味方にするといいですね。あれはちょっとだけ当たって、センターバックにも当たって入りましたね。でもそこに飛び込んでいくっていう大事さ。あれをシーンが物語ったような感じがしますね。伊東純也選手と三笘選手は別格というふうに評価されておりました。はい、また、久保選手も好調なんですが、右のウイングっていうのは盤石な体制です、ね。いや、まあ、全く俺の考えは変わってないです。やっぱりウイングには純也と三笘ですね。今日の試合では久保を鎌田選手のところ入れてもよかったような感じがしますね。だから真ん中で使ってみるのも、だから、鎌田選手もしっかりしないと、早く久保を入れてやるぞっていうね、森保監督もそういうことを考えるべきだと思いますね。別格と、評価している、左サイド、三笘選手、はいはい、ドリブルで切り裂く、シーンも見られましたが、採点の方お願いします。いや、三笘選手は今日、そんなドリブルとかどのこのっていうよりも、今日はね、悪い時間帯の時に必ずボールが三笘に渡ると、ボール取られないんです。スローインにしたりとか、ファウルをもらったりとか、中に切り裂いてパスをしたりとか。やっぱ日本代表も、ああ、こういう苦しい時に三笘に渡ればボール取られないんだなって、俺らもちょっと休める時間が作れるんだなって、あの人やってくれるんだなっていうふうには分かってきました。今日も苦しい時にボールが三笘に渡るとボール取られないんです。で、後ろの押し上げができると。自分たちで少しボールを回せる時間を作ってくれると。そうなると、猛烈なプレッシャーが来なくなると。こういうところ、こういう賢さも三笘にでき、やっぱプレミアでやってるだけに身につけるようになってきたと。だからすごく日本代表にはすごく大事な柱だなっていう感じがしましたね。まあ今日の三笘の賢さっていうのもあって、今日 8.5 です。守備も良かったという方におっしゃってましたが、はい、もう一度詳しくお願いいたします。はい、やっぱり伊藤洋輝がなかなか1対1で、不利にやられてるということを考えて、三笘選手、ちょっとね、そのサンドイッチをさせる位置をもうちょっと低くしたんですよ。だから、なかなかサネ選手をスピードに乗らせない。だから、その伊藤洋輝の助けが必要だなって分かった瞬間に、ちょっと戻るスピードも速いし、そのサンドイッチをさせる距離もちょっと短くなって、伊藤洋輝選手の守備の負担をちょっと減らしたのが三笘選手のポジショニングだったんですね。ワントップで先発した上田綺世選手、はい、得点も決めましたが、途中交代です。何点でしょうか。はい、いや、得点もまぐれです。あそこにいるっていうのが、まあ、フォワードの仕事だなと。2回のミス？あれちゃんと決めなきゃダメですよね。あれが計算されたプレーだし、自分の形、キーパーと1対1っていう、もうタチの悪さ、そこはちょっと目立てますね。まあ、点取ってくれるのはすごくありがたいし、評価しなきゃいけないんですけど、今日もね、ポストプレーも良かったですよ。今日いいんだなと思ってたら、2回、キーパーといた位置、ちゃんと決めなきゃいけないんです。ああいうところは、決めるか決めないか全然違いますからね、後ろから守ってる人で。2回に1回は決めてほしいです。そういうことを考えると、少しちょっと物足りなさが、2回の1対1を外した場面だな、というふうには思いますね。ちょっと残念でした。でも、本当よくやってくれた。ファウルもらったり、ポストプレーも良かったし、今日は。点も取ってくれた。でも、1対1は外しちゃダメなんですよ。2回やってトラップミス1回、で角度をもうワンタッチしてキーパーを動かしてからシュートを打たないと、まあキーパー足で止められたんですけど、もう少しそういうところはフォワードなら分かってほしいですね。だからまあ今日は点取ってくれた、やってくれた、まあ普通の発展ですね。まあこれポジショニングが今ね、ちょっと誰が一番いいかって全然差が出てないんです。低いレベルでまだフォワードたちが戦ってるんです。他のポジションに追いついてきてないのがフォワードとキーパーだけです。まあ左サイドもちょっと心配だっていう。でも、ちょっと見えてくるまだ左サイドではまだちょっとこういろんな選手が出てくると見えてくるような感じがしますけど、いまだにこう全体的のレベルに追いついてきてないのがフォワードとキーパーですよね。だからまあまあまあもうちょっと成長してほしいんだなというふうには思いますね。当たり前に点取ってほしいです。点取れたところが当たり前なところじゃないです。あれ難しいんですよ。まあ体が反応して、ボールが入るんです。2回1対1に当たり前に決めれるっていうのがフォワードですよ。あんな1対1なんて今回2回もあったんですよ。普通何試合やっても1回も回ってこないと。1試合に2回回ってくるなんてやっぱ決めなきゃいけないんです。シンプルに決めてほしいです。そういう決定力っていうのが今後の課題っていうことですかね。まあそうですね。そんな難しいゴールは決めてくれと言わないんです。当たり前、簡単なゴールが決めれると嬉しいですね。今回はちょっと外してしまいました。それでは途中出場の選手も聞いてみます。はい、後半14分、鎌田選手と交代で投入された谷口選手、はい、3バックの真ん中に入りましたが、何点でしょうか。はい、いや、普通に8点です。全然うまくこなしてました。当たり前にもう無難にこなして8点です。そんな目立ったプレーもなかったですし、良かったです。後半、日本は守備に重きを置いた形になるんですが、まあ、その中で途中出場で最終ラインの真ん中を任されるっていうのは、これはいろんな、これを森保監督は非常にこういうこと試すのが、俺は非常にいいことだと思います。しかも強い相手と試す。でもドイツは今回のドイツのパワーっていうものが全然見えてこなかったですね。だから、センターバックたちに負担かかるようなゲーム展開ではなかったっていうのもあって、だから全然負担かかってこないんで、楽にね、この3人も、まあ2人のセンターバックから3人のセンターバックに変更したとしても、全然こうなんかバランスを崩すとか、なんか問題を切るとかそういうのはなかったですね。ワントップで、途中出場の浅野選手、いかがでしょうか。浅野選手はね、久保選手のプレー見たかな。ちゃんとポイント出してね、あんなごっつぁんゴール。一回自分もあったんですよね。エゴがあるエゴイストにプレイしなきゃいけないのはフォワードですよ。でも、ちゃんと決めなきゃダメですよ。伊東純也が、右からバー猛スピードで上がってきたと。あれをちゃんと伊東純也に転がして3点目が入ったりしてました。そういう場面では、やっぱり少しチームのことを考えなきゃいけないのかなと。まあ点取ってくれたんですけど、ああいったプレーはやっぱり僕からは見逃せないんです。だから8点です。いいですね。あんな久保選手のボールをね、綺麗にちゃんと待ってますよ、はい来てくださいよって、はいポンと、はい決めるだけです。あなたもそういう場面ありましたよね。ちゃんと左に右に転がして、純也もああいう形で点取れたんでしょうと。そういうところはね、ちゃんと勉強してほしいです。テリーさんおっしゃるように、後半25分に三笘選手のスルーパスから裏に抜け出した浅野選手いましたが、まあ、あそこシュートを選びましたが、そこはパスにしてほしかったです。そこはね、久保選手のようなプレーをしてほしかったですね。いや、あれやってもいいんですよ。でもちゃんと決めると。決めないと自分がやったことが失敗になりますね。浅野選手にごっつぁんゴールを献上した久保選手、短い時間での2アシストとインパクトを残しましたが、ズバリ何点でしょうか。はい、やっぱあれ一か八かでドイツ代表も出てこなきゃいけないと。ああいったイージーなミスって、俺からドイツ代表からしたら、ちょっとありえないようなミス、今日2、3回もあったんですよね。かすってボールを最後まで持っていって、ちゃんとキーパーを引き寄せて浅野選手に出したと。やっぱ絶好調の久保がいるんだなと。だから真ん中で使ってもいいんじゃないかなと、鎌田選手との勝負、ポジション争いさせていいんじゃないかなと思う時もありますね。そういうことをこうも森保監督が今日の YouTube を見てたら、ちょっと頭に入れてほしいなと思いますね。だから久保選手、やっぱ好調さがもうそのまま物語ってます。今日も 8.5 です。久保選手ですが、俺がではなく、こう、プレーにこう余裕も見えてきた形かなと思うんですが、その辺のプレーに関してはいかがでしょうか。いや、どんどんその好調さ、いろんな経験をして、いろんなことを、いろんな壁を乗り越えてやってきてるだけの、なんかどっしりさが出てきましたね。それが日本代表にとってありがたいことですし、もう自信を持ってプレーしてますし、周りのこともちゃんと見れてますよね。だからこれからね、どこで使うとかさ、そういうところをもうちょっとオープンに森保監督も考えるべきだと思います。そんな久保選手のクロスでゴールを決めた田中碧選手、はい、何点でしょうか。まあ、田中碧選手もね、どんどん出てきて、もうやっぱりいろんな経験をしてるだけにね、全然動揺しないプレーもね、頭上がって胸を張ってプレーできてるし、やっぱ最後の最後に顔を出してゴールも決めてますよね。もう田中選手には短い時間だったんですけど、非常にこうなんか誰が出てもやっぱそこはある程度のベースができてるのかなと思いますね。今日の選手も 8.5 です。田中選手のゴールシーンっていうのはヘディングのゴールシーンだったんですが、結構体をひねって、難しいようなシーンだかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。そこはね、やっぱそこまでいってるっていう大事さですね。皆さん覚えてるんですけど、ギリギリの三笘選手の折り返しに我々を救ってくれたゴールも、あそこまで行くっていうことに評価をしなきゃいけないし、大事に思わなきゃいけないんですよね。そこが非常に良かったですね。出場時間がちょっと短かったんですが、堂安選手はいかがでしょうか。いや、全然、分からなかったです。ノーテンスです。堂安選手も橋岡選手も全然、評価できないです、正直。ちょっと短すぎてね、ちょっともう物事が決まってたしね、ちょっと残念に、今回はノーテンスですね。最後に、森保監督の評価を教えてください。これはね、試合が終わってしまったっていうところでは言いやすいかもしれないんですよね。こんなね、簡単なことで言うなんですけど、結果として上田選手を出したのも正解でしたね。で、結果として浅野キーパーを出したのも正解でしたよね。キーパーは誰出ても多分今回はそんなに変わることじゃなかったと思うんですけど。いろんなことが試せたと。最初の立ち上がりのところのドイツのプレッシャーをちゃんとね、感じて、そこを乗り越えたと。で、自分の理想とした戦いができたんじゃないかなと思いますよね。今回の森保監督も 9.5 です。闘莉王さんにしては高評価ですね。はい。今日は相手が違いますからね。いくら 4-1 だとドイツ代表ですから、7-1 をブラジルに下したドイツ代表ですよ。これは我々はちゃんとリスペクトをしなきゃいけないんですよ。その相手にあれだけのサッカーを見せてくれたのが、森保監督を評価しなきゃいけないです。カタール大会の時と、比べると大きく異なる前半の展開になったと思うんですが、采配的にはどこが良かったんでしょうか。ドイツ大会の時にはここまでの自信はなかったんですよ。だからいろんなことをひねくねったりとか、いろいろやらなきゃいけないとか、そんな考えすぎて、なんか途中勝負とか、今は全然あの時と違って自信にも満ち溢れてるし、何やっても大丈夫だとは思ってるし、だから最初からベストの人たちを出すのが当たり前だよっていうことも分かってきたと思いますよ。だからこの数ヶ月の成長っていうその自信っていうのが全然変わってますね。これが日本にとってはいいことですよ。そんな、森保監督は、後半から 5-4-1 というシステムに変更しましたが、この辺の采配についてはいかがでしょうか。こういう試すのもいいと思いますね。これは非常に、一番大事なところ、もしかしてパワープレイが来たりするかもしれないんで、一番怖いのが日本代表に今の戦い方したら、やっぱりめちゃくちゃ中にボールを放り込む相手とサッカーをするときですよ。だからちょっとアバウトなボールが来たりするとパワーを生かされて、ちょっと日本代表は苦労するんですけど、こうならなかったんですよ今日は。でもこうなってもこの3バックでやっていけるんだなっていうことを今日試せたと思います。これは非常に良かったです。選手交代についてはいかがで、良かったです。タイミング、今日先に手を打ったのも俺はこれ自信の違いだなと、こう先に交代してきたのが森保監督だなと、こういうのもやっぱ自信につながってるのかなと、こういうのもやっぱ七海コーチもちょっとアドバイスしたりしてる場面も見てるんですけど、そういうところちょっとね、コーチングスタッフもうまくやれてるような感じがしますね。で、何よりも結果が出るとスムーズにみんな働くようになるんですね。では最後に次戦トルコ戦に向けて、はい、日本代表森保監督にエールをお願いします。また違う試合になると思いますね。もう全然今のドイツ代表とはもう比べ物にならないと、タフな試合になってくるなことはもう間違いないです。また何があっても動揺しないで、日本代表らしく今の日本代表らしく戦ってほしいなと思います。もしビハインドされた場合でもちょっと違った攻撃のバリエーションも見てみたいですね。ズバリ予想は？予想は次ですか？ 2-1 日本です。集まれSe é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu, vivendo sozinho, por alguém que não vive mais do meu lado. Será?